お元気ですか、ボクシミです。今回は東北楽天イーグルスベースボールカード2023セカンドバージョンの開封動画、今度は後編の10パックやっていきたいと思います。早速ねやっていきたいと思います。まずは後編の1パック目でございます。これはね、もう省きますのでね。はい、よろしくお願いします。西川春樹、外野手でございます。元ね、ファイターズでございます。石橋亮太、投手でございます。エスタミウデーニャ、内野手でございます。ちょっと噛んでしまいました。失礼しました。原島渡投手でございます。小郷優也、外野手でございます。松井裕樹投手でございます。はい、2袋目でございます。横尾俊武、内野手でございます。こちらもね、元ファイターズでございます。滝中亮太、投手でございます。石原剛、捕手でございます。辰巳洋介、外野手でございます。で、水上圭、捕手でございます。安楽智弘、投手でございます。3袋目でございます。伊藤真央投手でございます。林勇輝投手でございます。渡辺義明、内野手でございます。島内宏明、外野手でございます。で、こちら、黒川文也選手のこれ、ね、カードでございます。ちょっとこれね、斜めにしている理由はね、私の顔がね、映ってしまう恐れがあるのでね、ご了承ください。駒子隆二、投手でございます。はい、4袋目でございます。はい、勝利投手でございます。田中貴也、捕手でございます。辰巳幸之助、内野手でございます。吉川和樹、投手でございます。で、こちらね、駒子隆二投手のこちらはね、これ銀箔サインカードでございます。はい、で渡辺翔太投手でございます。5袋目でございます。通滝大成投手でございます。吉野創士、外野手でございます。内星龍、投手でございます。クリス・ギッテンス、内野手でございます。で、松井裕樹投手の銀箔サインカードでございます。で、早川隆久投手でございます。6袋目でございます。失礼いたしました。岡島武朗、外野手でございます。佐藤友樹投手でございます。
永田壮太郎内野手でございます。藤平翔馬投手でございます。で、大河原翔外野手の、これは 銀箔サインカードでございます。で、則本貴大投手のカードでございます。1,2,3,4,5,6 ですね、はい、7袋目でございます。小峰真理投手でございます。マイケル・フランコ内野手でございます。江川優斗捕手でございます。小深田博人内野手でございます。で、ワン・イエンチェン投手の銀箔でございます。で、高田光一投手でございます。最近ちょっと銀箔サインカードが結構ね多くなってきますよね。8袋目でございます。失礼いたしました。安田祐馬捕手でございます。ワン・イエンチェン投手でございます。阿部俊樹内野手でございます。伊藤真央投手でございます。大河原翔外野手でございます。田中将大投手でございます。で、9袋目でございます。松井友隆ですね、投手でございます。鈴木大地内野手でございます。古賀康生投手でございます。で、浅村秀人内野手でございます。で、湯気隼人投手でございます。で、西川春樹外野手のこちらですね、こちらがね、正真正銘の金箔サインカードでございます。元ね、ファイターズの西川選手でございます。こちらがね、30分の11でございます。はい。ちょっとね、銀箔のように申し訳ないけどね、ちょっと置かせていただきます。はい、最後の10パック目でございます。宮森聡投手でございます。西川春樹外野手でございます。で、石橋亮太投手でございます。で、エスタミウレーニャ内野手でございます。で、田中将大投手でございます。で、最後ですね、念願の直筆サインカードが出ました。なんと則本貴大投手の直筆サインカードでございます。則本投手は過去にね、実は1回だけ当てたことがございまして、2枚目の直筆サインカードでございます。こちらもね、結構ね、貴重なカードでございまして、33分の16でございます。あとね、2つ下がってればね、結構ね価値があったんですよね。こればかりは仕方ありません。以上で、2023東北楽天ゴールデンイーグルスベースボールカードセカンドバージョンを終わりたいと思います。はい、またね、こういったお金がありましたら開封等がやっていきたいと思います。で、今度ね、終わり頃に今度はチアリーダーのねカードが発売されますのでね、お金がありましたらこういった開封動画やっていきますので、よろしくお願いいたします。以上でございます。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をするかしないかは皆様にお任せいたします。ありがとうございました。